しい戦いが続く中で、英雄たちは徐々に仲間を増やし、妖魔に対抗。そんな中、両島に突如として見慣れぬ建物が出現。さらに何者かが妖魔軍出会いの予感を抱いた英傑たちは、そのものを救い出すべく両島へ急行する。うわ、妖魔がこんなに。戦ってる子が無事だといい。妖魔はここで何してんだ。喧嘩相手でも。ここにいる妖魔は清盛の配下、奴の命令で動いているに違いだ。おそらく戦っているという人物を清盛は手勢。なら急いで戦ってる子を探さないと。先に清盛に見つかった。任せてくださいよ、ねね様。俺がそっく。あなたと一緒に戦えて嬉しい。清盛はいないようだが、妖魔が多いな。ここで戦っているというものは無事なのか。敵を捕まえて聞いてみようよ。この辺にいる妖魔は締め上げてやるぜ。エンドモブ。教えてもらうよ。ここに迷い込んだ子はどこ。わし遅かったな。あやつはすでに我らが包囲したわ。ならば妖魔の集まっている場所が怪しい。お前たち何者だ。どんな場所か。あの女の仲間か。困ってるのって女の子なの。大変、急いで助けに行かなくちゃ。強い。勇者のことを城の仲間に報告せねば。というと山の上だ。向かう場所が定まった。俺を倒したところで無駄よ。北のはしごは壊した。もう道はないぞ。壊されたどうせ術があればよいんだ。だったらこの忍びにお任せだよ。この芝を伝って崖上までひとっ飛び。我らが崖から来るとは思うまい。我らが混乱した隙を狙い突入するぞ。
さぬ。清盛様に献上するのだ。そのようなことさせるものか。風景であろうな。見事だ。そなたは我が策に欠かせぬ。アンズルナ、俺たちは敵ではない。急いでるんでしょ。だったら私たちも一緒に戦うよ。一緒に。はい、お願いします。この地を出て陣地へ戻るぞ。私はソフィーティアと申します。先ほどは大変失礼いたしました。なぜそれほど急いでいたのか、理由を聞かせてもらえるだろうか。子供に会いたいあまり焦っていたのです。私は娘の命を救うために戦ってきました。決着がつき家へ帰ろうとしたところで敵に囲まれ足止めされてしまったのです。でもここに娘さんは。ううん、話はあと。今は急いで逃げよう。
くなき。禍々しい気を持ったものでした。皆さんがいなければ私は敗北したでしょう。とっても強かったよ。こっちこそ助けられちゃったね。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。俺たちの勝ちだ。皆さんありがとうございました。でもこの辺りは見知らぬ風景ばかり。どこへ行けば娘の元へ行けるので。ここは様々な世界が融合した場所。お前はおそらく別の世界から来たんだ。別の世界？そんな。娘をソウルエッジから救い出した後、家に帰る途中、妙な結構。ここが本当に別の世界だとすれば、私はずっと娘には会えない。諦めちゃダメ。生きてさえいれば人は。この世界には妖者という敵がいる。おそらく奴のせいで世界は融合したんだ。我らは妖者を倒すために戦っている。もし行く当てがないなら、その代わり我らもお前の力になろう。元の世界へ戻る術。それがいいよ。一人でいたら危ないもん。お姉さん喧嘩超強いし、手貸してくれんなら。マジ。わかりました。これからご一緒させてく。私は諦めずに戦います。いつかまた娘の笑顔に出会うた。その息だよ。